ヨハネによる福音その時イエスは弟子たちに言われた「今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているがあなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねないむしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされているしかし実を言うと私が去って行くのはあなた方のためになる」。 私が去って行かなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと、義についてとは、私が父のもとに行き、 あなななた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい。